はい、どうも、秘密つけしほへがむしうでございます。今回は、えっ、ー、と、振り返りですね。えっ、ー、と、第二十何節だったっけ大分戦あ。あの、スコアレスドローだったやつね。まあ、ちゃんとダゾーン観戦機ってことで、えっ、ー、と、前後半45分プラス、ロスタイブプラス、まあ、もろもろ約120分。ちゃんと無駄にしました。ちゃんと無駄にしましたよ。そうね、そういう試合だったよね。もう本当にね、不審なチーム同士の対戦でね。 まあ、痛み明けというか、お互い様というか、まあ、どうもなんねえなっていう感じの、うん。まあ、救いといえば、もうあと2、3試合で中断期間が入るし、そこの中断期間明けにちゃんと怪我人が戻ってくる。まあ、そこら辺くらいですかね。まあ、ここでね、救いを見せれるようなね、監督であれば、まあ、解任されないで済んだのかなっていう意味では、まあ、ある意味、致し方がないのかなっていう。もう、ほんとそんな試合。まあ、ね、なのでね、 いやうん、大分行かないで松本で別の試合見に行ってよかった、うん、本当に次に繋がらないけど勝ち点1だけとりあえずね最低限、まあこれでねロスタイムに後半、ね、終了間際に失点してたら、ね、それはまあ吉田達馬になっちゃうからねそれよりはまあマシだったかなっていうまあそんな感じでね、うん、まあ夏休みが近いのでというか夏休みが明けるんでね希望を持っていきたいと思います。 以上8位でした。